純潔はもうこれが今日最後のレースだったんで、あんまり力を抜くことなくゴールしようと思っていて、でタイムも54秒の前半だったので、ちょっと自分としては結構いいタイムが出たかなと思います。53秒台は絶対出したいのと、あと去年も優勝しているので2連覇を目指して頑張りたいなと思います。